お前はどうする。待てるかよ。グズグズしてたら警官が戻ってくる。何が言いたいんだよ。わからないこと？何がだよ。こいつの本心ならたった今散々聞いたろ。今さら何がわからないってんだよ。だから何がだよ。さっきも言ったろ、グズグズしてる時間はねえ。お前本当に何か考えがあって言ってんだろうな。誤解？根拠は何だよ。クソ、いい加減にしやがれ。今度こそはっきりしてもらうぞ。やるのかやらないのか、どっちだって俺は聞いてんだ。そうだよ。とにかく落ち着こうよ。俺は落ち着いてる。ねえ、今言った誤解ってどういうこと？こんなラリってやつ相手に誤解もへったくれもあるかよ。ねえ、深呼吸。堂島さんの行動や奈々子ちゃんのことで私たち気がまだ動転してる。しゃれ。確かに落ち着いて考えてみるべきですね。思えば僕たちはまだ生ため自身からはほとんど何も聞き取っていない。奈々子ちゃんをひどい目に遭わせたのは確かにこの男だ。でも他はさっきの真夜中テレビを見てそうじゃないかと感じただけです。全部押し付けて裁こうなんて一時の情で盲目になっていたことは否定できません。けどよ、こいつは何も言わねえじゃねえか。どんな動機だろうとこいつがみんなをテレビに放り込んだことは間違いねえ。こいつが先輩を、第一人殺しを救済なんて言ってるやつをどう理解しろってんだよ。理解できないこととしようともしないことは全く別のものです。思えば僕の方でも気にかかる点が厳密に全て解消されてるわけじゃありません。本人から話を聞くしかないでしょう。今はまだ無理のようですが。確かに今こいつをどうこうしたって全部すっきりすんのかわかんねえか。くそ。けどこいつが同じことを繰り返すのを防ぐためなら俺はできることは何だってするぜ。いつだって何だってな。ったく、呆れるほど冷静だなお前。まあだからリーダーってことになってんのか。いいぜ、ならとことんまで考えようじゃねえか。わかんねえこと残したままじゃてめえでてめえを騙したことになるか。確かに筋が通らねえな。俺も納得っす。よかった、私も一生懸命考えるからさ。私たちも気持ちはみんな花々たちと同じだよ。今までだってずっとみんなで乗り切ってきたじゃんよ。うん、みんなでね。ああそうだな、悪かった、ありがとうな。
君たち、何してんの？入っちゃダメだってば。わ、やば。容疑者を見張っていたんですよ。外の警官は堂島さんのことでしばらく手一杯になりそうだったので、生食べに逃げられでもしたら警察の保険やそれから足立さんの信用にも関わりますし。それはどうも。今後は警護も強化するし、なるべく早く搬送できるよう手配するよ。だから今日君らがここへ入ったことは。先生、彼の容体は。先ほどは随分興奮していたんですが。とりあえず無事のようだが、今は安静が必要なんだ。とにかく全員外に出てくれ。わかりました。俺たちも戻ろう、七子ちゃんのところへ。さっきの誤解とか何か引っかかるってどういう意味なんだよ。私も実はちょっとだけ引っかかってて、一番最初はなんで人を殺そうなんて思ったのかな。あいつ曰く救済でしょ。救済しようとしてまず自分の愛人から殺し始めたってこと。第一の殺人の後、警察は不倫のもつれと読んで生ためを呼び事情を聞いたんですが、その際の供述内容、態度、どこをとっても不審な点はなかったそうです。殺人を救済と信じるほどの異常者ならそんな風には記録されないと思うんですが。うまく猫かぶったのかもよ。それか最初は普通の動機だったとかさ、殺しを体験してハマってったんじゃねえの。いえ、もし正常なら一件目の山のアナに対する動機はなおさら説明できないんです。生ためは当時妻の柊美鈴とは別居中でした。半ば捨てられたような状態だったと本人、柊美鈴の双方が証言しています。しかも柊は山野アナのことをすでに知っていて、生ためも山野の死にショックを受けていた。恨む理由は希薄、関係を隠すことにもならない。殺しに発展するほどこじれていたとは思えません。この辺りは警察が相当力を入れて調べましたからね。つまり生ためには一番最初に山野真由美を殺した納得のいく動機が見つけられない。ですが生ため本人によって書かれた日記には山野真由美の名前もあった。山野真由美を殺した動機。けどやっぱり最初から異常で、ただそれに気づけなかったって可能性もあるんでしょ。なんかよくわかんねんすけど。ああ、もうこんがらがってきた。結構声響いてるから、ここ病院だし静かにした方が。あ、いた、あなたたち。すぐ来てちょうだい。何？いいから早く行きなよ。ここはどこ、クマ？クマの世界、クマか？なんかそれとは違う感じ、クマね。確かクマは病院に。そうだ、ナナちゃん。クマは何もできなかった、クマ。クマ何のために存在していたんだろう。約束を守ることができなかったクマ。あそこにいる意味をクマはなくしちゃったクマ。
そうか。思い出したクマ。やっぱりそうだったクマね。みんな、先生、クマはどうしたら。ああ、来た来た。ナナコちゃんが息を吹き返したんです。先生、今なんて。ナナコちゃんが。マジなのか。心肺停止からの生還はごく稀ですが、ありえないことではありません。ただ原因不明の症例ですから、今後どこまで回復するかは何とも言えませんが、でもナナコちゃんは必死に生きようとしています。嘘じゃないんだよな。信じていいんだよな。ナナコちゃん、よかった。本当よかった。すげえぜ。こんなことあるんですね。よかった、本当に。もう私どうしようって。今日のところはもうお帰りなさい。堂島さんとは明日、奈々子ちゃんの処置を相談しておくから。外は冷え込んでる。雪でも降るかもしれない。風邪をひかないようにね。あれ、そういや熊吉はどうした。あいつの部屋行った時からついてきてなかったよな。どうしたんだろう。ナナコちゃんのそばにいるんだって思ってたけど。クマさん、どこに行っちゃったの。そうだ、あいつ今携帯持ってんだった。って病院の中じゃダメだよな。外出て携帯にかけてみよう。いたいた。さっき言い忘れたけどさ、もうあんな真似しないでよ。容疑者に接触なんてって。まあいいや。堂島さんのことを知らせに来たんだった。堂島さんね、少し傷が開いちゃったけど処置してもらって今は寝てるから。まあ心配しなくても平気だって。堂島さんのことだから。明日にはもううるさく怒鳴ってるんじゃない？あ、これ内緒ね。それより聞いたよ、ナナコちゃん。持ち直したって。もう、君たち大げさなんだから、こっちも驚いちゃったじゃない。でもよかったね。きっとすぐに良くなるって。そういや今って、帰ったら君一人でしょ？今のうちに自由を満喫しときなよ。堂島さんも奈々子ちゃんもすぐ帰ってきちゃうからさ。あっと、そろそろ戻んなきゃ。遅くならないうちに君も帰りなよ。それじゃね。得なかった、救えなかった。どうして真由美も、それにあの子も救えなかった。ああ、なんだ今頃反省の弁か。だが
クマのやつ呼び出せないってことは充電切れてんのか？病院の中もざっと見たけどいなかったよね。どこ行っちゃったんだろう。あ、雪？あ、本当だ。生で雪見るなんて結構久々かも。でもこの霧だと雪も綺麗に見えないな。降ってきちゃったね、今年も。うぅ、寒。とりあえず今日は帰ろう。花村、クマくん見つかったら連絡してよ。待ってるよ。明日また特捜本部でな。クマのやつ、先に帰ってりゃいいんだけどな。心配ないと思うけど、とりあえず急いで帰るわ。じゃあまた明日な。ようこそ。ずいぶんと久しいですな。ご心配めさるな。現実のあなたは眠りについていらっしゃる。私が夢の中にてお呼び立てしたのでございます。さて、あなたの旅路もずいぶんと長くなってまいりました。謎は無事解けそうでございますかな。結構。この車の行く道も幾分見えづらくなってきたようですな。このまま闇雲にドライブを続けては至るべき謎から逆にあなたを遠ざけるやもしれない。いかがでございましょう。一つこの辺りで旅路を振り返ってご覧になるというのは。今宵あなたをここにお招きしたのはそのためなのでございます。マーガレット。俺、もう見ないふりはやめる。いつまでも目を背けてないで、ちゃんと見なきゃね。何が正しいのか、何を選択するべきなのか、答えはあなたの中にあるのよ。僕は自分で考えて、自分でレールを敷くよ。ここに届けられたのは、旅路の中であなたの記憶に刻まれてきた言葉ですな。理解できないことと、しようともしないことは全く別のものです。いいぜ、ならとことんまで考えようじゃねえか。わかんねえこと残したままじゃ、てめえでてめえを騙したことになるか。私も一生懸命考えるからさ。今までだってずっとみんなで乗り切ってきたじゃんよ。うん、みんなでね。この見通しの効かない霧の中で同じ方角に向かおうとするお仲間もお持ちのようだ。進行方向を確認しています。しばらく停車いたします。前から申し上げている通り、今年はあなたにとって節目の年。残された時は多くはございませんが、こうしたいとまには価値がありましょう。人は皆流れる川の水のように、一筋の道にあっても絶えず変化しながら進むもの。流れに逆らう石、止まってしまう石、数々の出会いを眺めながら時間に乗り流れてゆく。さよう。この部屋のありようは、
あなたご自身の心が作り出した景色でもある。これはやはり一度立ち止まった方が良いということなのやもしれませんな。